はい、こんにちは、カポポです。八ヶ岳プチ重曹エピソード1をご視聴いただきありがとうございました。エピソード1では美濃戸口を出発して赤岳高専で転泊しました。そしてね、翌朝赤岩の頭から硫黄岳山頂に登って、その後硫黄岳山荘にたどり着くまでの動画でした。で、今回のエピソード2では硫黄岳山荘で休憩した後、いよいよ赤岳へ向かって縦走します。それではどうぞ。なんかさ、山小屋があるとホッとするよね、正直言って。うん、はい、硫黄岳山荘に来ました。そうだな、なっちゃんが飲みたいな。ペットボトル、コーラはいいな。これか、フランジーナ。何も見えねえな。これは。じゃあね、硫黄岳山荘出て、はい、こちら横岳に向かいます。登りかよ。道はね、上まで行かないで下通ってますね。あ、登り切ったね。はい、ここからね、稜線歩きになるんですが、のはずだったんですが残念ながらこんな感じでね、真っ白。これ山梨側も長野側も真っ白ですね。赤岳が見えてきましたね。いやー、迫力あるね。やっぱこっち側から見るとまた違う魅力がありますよね。
けそうなんです。さて、赤岳に向かいましょう。山頂です。あ、もう看板あるやつですか。やっと看板ない。やっと看板ない。30名だけであるけど、まあ、行くぞ。すげえ、どうした。はい、続いてはね、いやー、難関が立ち向かいますね。三社号ですね。はい、分岐だ。久しぶりに見たな、分岐。はい、三社号ですね。こっち行くと赤岳、はい、こっちがね、沢沿い尾根ですね。はい、じゃあ赤岳行きましょう。はい、すごく見えるわ。さあ、ここをやんなきゃだね。降りてくるね。また鎖だ。ヒャッハしてるね。どっちから降りてくるのがいいんだから。はい、どうも。はい、
なかなかこうスリルがあったとこが続くね。先週歩いた霧ヶ峰とは大違いでしたこの辺のね、もう高度感とか、こう切り立った峰のね感じとかっていうのは、あの北八には全くないやつでね、こう南八のね峰の険しさってやっぱり痺れるよね。僕もね、こっち赤岳の方登ったのは4年ぶりですけど、やっぱりいいわね。うん、たまに食っといいわ。おぉ。いえ。こりゃいや、どうもだね、これ。はい、4年ぶりだね、お地蔵さん。いやー、向こうから歩いてきたんだよね。でここはね、地蔵熱で前回赤岳登った時、こっからね下ったんですよ。あそこに見えるのは赤岳展望層、あそこが赤岳ですね。よし、じゃあ展望層行きましょう。はい、赤岳展望層です。無理だよ、気になるよ。あ、しなくていい。展望層でね、おでん食いました。なんかね、俺も買うままもね、なんか食欲なくてね、疲れちゃったんだと思うんだけど、はい、いよいよここぐーっと登っていくと赤岳です。最後の登りです。はい、行きましょうか。
ました。いや、その最後だ。ここ上がれば赤岳山頂がすぐです。はいはい、頂上山荘着きました。そうやってないんだよね、去年も今年も。これすごい好きな山小屋さんなんだけど、じゃあ山頂南方に向かいます。何人かいますね。山頂ね、本当はもっと長いしたいんですけど、早く降りないと暗くなっちゃうんでね、降りましょうか。さて帰るか。ちょっとね、帰りは文三郎尾根のあの下りね、危険なところがあるんで、ビデオ止めます。綺麗だな。阿弥陀のね、分岐です。ほら綺麗でしょ。ボーンと降りてね、一回また登るんだね。中岳って言うんだけど、で中岳越えたらまたこう行くんですよね。まあ、僕らはね、ここ有名なマムート階段に行きたいと思います。着いたよ、光線。もう体バラバラになりそう。ああ戻ってきた。いやーすごいね、人で。もう疲れた。もう早く寝たいよ俺。今日はね、硫黄から横岳、横岳から赤岳、そして行者小屋に降りて赤岳高専にまた戻ってきました。
えらい距離歩いてます。とりあえずね、夕ご飯はカブママが赤岳高専の美味しいご飯を予約してくれたんで、とりあえずね、テントでいっぱいやりましょう。いただきます。いただきます。お疲れ様でした。おいしい？すっごいおいしい。はい、おはようございます。今ね、5時45分です。もう今日は撤収して美濃戸まで戻るだけなんで、朝はもうお湯入れてね、すぐできるカップスープかなんかを食べて、この後片付けたいと思います。今日もね、いい天気だな。はい、ではね、撤収しましたので、今から美濃戸口まで戻りたいと思います。もう体バキバキで、見上げるとね、あそこに横岳が映ってますが、あの稜線をね、伊予から赤岳の方まで縦走してきました。非常にね2泊3日、今日最終日ですけど、もう体バッキバキのバッキバキです。まあ、今年最後の八ヶ岳になると思いますが、はい、無事ね帰れそうです。ということでございまして、今回もね動画ご視聴いただきましてありがとうございました。カッパバでした。